皆さんこんにちは。レスパスビジョン株式会社代表取締役鈴木です。弊社は1987年創業のビデオポストプロダクションです。一般には馴染みのない業種ですが、今回はダイヤモンド経営者クラブの会員企業クローズアップの動画作成を通してポストプロダクションのサービスを紹介していきたいと思います。撮影に使用しているこの部屋は、この8月にベースライトという機材を導入してリニューアルオープンしたイーサンカラーグレーディングスタジオです。撮影機材ですが、カメラはミラーレス一眼レフのソニー α7-2 と、デジタルシネマカメラのソニー FF7 を使用し、ハイダイナミックレンジと公式機器の S ログフォーマットで収録します。照明機材ですが、映像業界でもよく使われているライトパネルズを用意して、人物撮影に適したセッティングにしています。コメント収録で大切なことは、いかに音声を明瞭に収録できるかです。カメラの付属マイクでは声を拾いきれません。ピンマイクを使用することで音声をクリアに収録できます。そして収録スタート前には必ずエアコンのスイッチを切りましょう。ここで撮影された映像ファイルはこの SD カードに記録されますが、世界にたった一つしかない貴重なデータです。静電気や取り扱いの不注意で全て消えてしまうことがあるので慎重に取り扱いましょう。撮影素材は IO セクションにわたり、自社開発の高速ベリファイサブコピーアプリラピッドコピープロにて高速で安全に錦のサーバーにインジェストされます。ここでは用途に応じて様々なフォーマットに変換しますが、次のステップのオフライン編集用にサクサク動く軽いデータに変換します。貴重なオリジナルデータはプロジェクトが完全に終了するまで安全に二重でバックアップされており、アーカイブとして長期保存する場合は LTO ローダにてテープバックアップすることでデータを倉庫で保管することもできます。オフライン編集の役割は膨大な量の素材の中からカットを選び出し、映像音声をつなぎ合わせてストーリーを組み立てることです。今回使用している編集ツールは Adobe Systems のプレミアという編集ソフトで、今回の動画制作でしたらこのツールだけで十分に完成品を作るパフォーマンスがあります。レスパスビジョンでは自社開発のマルチオフライン編集システムでのライブコンサートの編集を独自としていますが、映画やテレビドラマ、最近では配信系ドラマのオフライン編集も行っています。さて、通常オフライン編集が終了した段階でピクチャーロックされ、カラーグレーディング、CG、VFX、オンライン編集、MA などに進むため、これ以降は基本的に編集を変更することはタブーとしています。カラーグレーディングの役割は作品全体を通してのトーンの決定や、ぬくもり、怒り、悲しみなどの感情表現、車体の魅力や映像美の追求、そしてバラバラに撮影したカットの色補正などがあります。まずはオフライン編集をオリジナル素材である S ログフォーマットで再構築することで、ハイダイナミックレンジと公式機器で自由度の高い映像表現を可能にします。ここで使用するツールは世界中のハイエンドカラリストが愛用しているイギリスフィルムライト社のベースライトです。スタジオ内の照明は炎色性の高い光源を使用し、マスターモニターの奥の壁はデザイン性も意識しながら無彩色の 18% グレーで正確なモニタリングができる環境を整えています。カラーグレーディングの後は映像の完成プロセスであるオンライン編集に進みます。 CG との合成、タイトリング、エフェクトの追加、我々がよくデジタルエステ、デジタルヘイシャルと呼んでいるボディラインの修正や肌修正もここで行います。オンライン編集には 4K ローデータや 8K データなどの重いデータでもサクサク動くハイエンドマシンとプロ専用のアプリケーションが必要になります。弊社ではオートデスク社のフレーム、デジタルビジョン社のヌコーダ、グラスバレー社のリオ、SGO 社のミスティカなどなど、作品の内容や用途に応じて高品位でいい感じなサービスの提供を目指しています。
オンライン編集で映像が完成した後は MS スタジオで音の最終仕上げを行います。完全に遮音されたアナブースでのナレーションやアフレコの収録、音楽やサウンドエフェクトを加え、いい感じにファイナルミックスを行うサウンドスタジオです。正確なモニタリング環境を構築するために、遮音と音響特性に優れた構造とハイエンドオーディオ機器で構成されています。私も業界でのキャリアスタートはサウンドエンジニアからでした。以上のサービスの他にも CGVFX、 映画館で上映される映画のデジタルシネマパッケージや、コンサートの収録からテレビコマーシャルの撮影舞台、ミュージックビデオなどの企画演出部門、そして弊社の新たな取り組みであるフォトグラメトリーがあります。フォトグラメトリーは163台の一眼レフカメラによる高精細な 3D スキャンスタジオです。映画の VFX やテレビコマーシャルでも使用されますが、おなじみのゲームソフトや時代劇のエキストラにも使われています。最近の興味深い事例は、ファッションブランドのアンダーカバーさんが全く新しいルックブックスタイルでご使用いただいたことです。360度どの角度からも見ることができ、素材の質感まで感じることができます。以上、プロセス順に従って弊社のサービスを紹介させていただきました。エンターテインメント業界でお仕事していますが、私たちはパフォーマーでもアーティストでもありません。私たちが観客や視聴者にダイレクトに感動を与えることはできません。しかし、私たちはパフォーマーやアーティストのベストなパフォーマンスをアシストできる創造的な環境と確かな技術があります。いつの時代も誰もが驚く表現をクリエイトし、社会に新たな価値を提供できる会社でありたいと思っています。